巨匠、ピントリッキオが1475人頃に描いた板上の油彩画である。ローマのポルゲーゼ美術館に収蔵されている。本作は、セイ・ベルナルドスの奇跡の遺体に続く、ピントリッキオによる最初期の知られている作品のうちの一点である。作品は、川の谷のある背景に卓球を描いており、細部描写は、初期フランドル派の影響を示している。 左側には、飼いならされた、ライオン、地面にある数奇教の帽をし、胸を撃つために使用された石という伝統的なアトリビュートが描かれている、食い改めた聖ヒエロニムスがいる。右側には、純教の象徴であるヤシの葉を持って、肩に乗っている幼子、イエス・キリストを見ている聖クリスト・フォロスがいる。一方、イエスはリンゴを持ち、ロンドンのナショナルギャラリーにある、 祝福する幼子といる聖母など、他のピントリッキオの初期作品に登場する、コアフを身につけている。この作品は、フィオレンツォ・ディ・ロレンツォの作品と同じ準備素描そしておそらく同じ原画を共有している。ありがとうございます。